今日からか。そうよ。早速キッチンに入れてもらえるみたい。ところで、この髪型どうかしら。まあ仕事はしやすそうだ。様よ、仕事の社会の厳しさを思い知るがいい。素晴らしい、完璧だ。初日からこれほどまでのものを作れるなんて決めればよかったのかな。いやー、中野さんが来てくれて本当助かったよ。今夜大切な予約が入ってるんでね。そういえば、メイさんが口コミサイトに星をつけた分だけ客が倍増すると言われているほどに、その評価は的確。そんなメイさんがこの春の新作を。この生地なんですが、味に違和感が。え？確かに。すみません、それ私です。すぐに作り直そう。詰める時に休んでおいた方がいい。新人の君には特に大変だったろう。ごめんね。はい、わかりました。新人に任せた店長が 100% 悪い。でも普段なら、今日に限ってなんで風太郎の前で。1000個注文しちまったサンタの飾りだ。え？あとこの棚の傷、俺が一人で転んだ時のだな。何言ってんの。仕事の過酷さを教えてやってんだ。一応先輩だし。なんでそれなら。ってきた俺だが、断るごとに痛感するわけだ。俺は勉強しかできない男だ。ただ頭が良くて学年1位で、どう話せばいいかわからなかった。だがここで答えよう。俺はお前のことが。待って、あんたが私のことを好きじゃないなんて知ってるわ。私がどれだけ風太郎を好きなのかちゃんと知ってほしいの。あっそう。あれ真っ赤だよ。だ、いや、これは覚悟しててね、ふうくん。仕事中だぞ。